次に松本隆さん。公明党の松本隆です。一般質問の前に、能登半島地震によりお亡くなりになられました方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被害に遭われましたすべての方々とそのご家族に心よりお見舞い申し上げます。皆様の安全と健康を切に願い、被災地の一日も早い復旧復興をお祈り申し上げます。それでは通告に基づきまして質問をいたします。結婚支援と少子化対策で人口維持を、厚生労働省は2月27日人口動態統計の速報値を公表されました。2023年の出生数は過去最少の75万8631人で、婚姻数も戦後初めて50万組を下回り、48万9281組となりました。また国立社会保障人口問題研究所の推計により、およそ12年早いペースで少子化が進んでいるとのことであります。現在少子化の原因としては若者たちの非婚化晩婚化の問題が挙げられると言われ、5年ごとに行われます国勢調査の統計をもとに、生涯未婚率の計算では日本全体の未婚者は男性が 28.25%、 女性が 17.85% と年々増加しているとのことであります。その要因としては、希望する就職先が少なく、経済的な理由から結婚を先延ばしにしたり、雇用体形態の変化や働き方の多様化により結婚に対する不安や準備不足で生活が安定していないこと、女性が社会進出することで結婚を選ばない人が増えたことも影響しているとのことであります。また個人的な要因では、例えば出会いがない、結婚相手が見つからない、自分の時間を大切にしたい、あるいは結婚する価値観が変化したことにより結婚を選択しない人が増えていることなど、多様な要因が考えられます。一方、結婚に対する願望と価値観は人それぞれであることを認識する必要があり、どういった人生を歩むのか、どのようなライフプランを立てるのかは個人の自由なので尊重しますとともに、他者が口出しするものではないことと苦笑しいたしております。遡りまして、宮津市施行前の1940年代の日本においては、結婚の 70% はお見合いであり、世の中全体がそのような雰囲気が漂い、その対象となる若い人たちの個々のコミュニケーション能力や人間的魅力よりも家柄や職業、収入面などが重視され、本人たちの意向は組まれていたとしても、そこに親の意向が強く作用し、若い人たちもそれを
受け入れていたと聞かされました。地域や職場には未婚の若い人たちの結婚を世話しようとするおせっかいおばさんや知人や職場の上司がいました。また子守をしてくれる方もいました。そのお見合い結婚よりも恋愛結婚が増えて、その割合が逆転したのが1960年代とのことであります。宮津市政が誕生した70年前の1955年から1973年は高度経済成長期と呼ばれ、この時期には経済の成長とともに婚姻率が上昇し続け、高度経済成長期には大体が親よりも息子の方が高収入であり、結婚しても良い条件で生活が保障されていたとのことであります。さて、昨年7月14日の日置地区を皮切りに市民と市長の座談会が繰り広げられました。第7次宮津市総合計画のもと、共に作るみんなが活躍する豊かな町に向け力強くその取り組みが進められております。特にこの令和5年度からは、人口減少時代において選ばれる町を目指す中、少子化対策、子育て環境の充実、教育の充実、総合的な移住定住対策を推進しているところであります。そこで各地区の対話を深める中、人口減少及び少子化対策につき、どのような成果が得られたのかお尋ねします。宮津市の人口等の状況を見ますと、人口減少の要因である、の一つである自然減の要因は、少子高齢化によるほか、結婚出産の中心世代を含め、生産年齢人口の減少が伺えます。また年齢階層別の人口移動では、若者が少ない要因として、大学等で都市部に出て行かれた若者が地域に帰ってこないことが大きな原因として挙げられ、令和2年では約 12% しか戻ってきておらず、若者が帰ってこなければ子どもも出生数も下がり、ますます若者が少なくなるという悪循環に陥ります。そこで現在あります若者を対象とした移住者向きの支援事業において、いかほどの方がご利用をされたのかお尋ねします。また結婚や出産は個人の自由であり、押し付けるものであってはいけません。一方、結婚したくてもできないという方々に対する支援は重要であるかと考えます。そうした中、令和第7次宮津市総合計画の若者が住みたい街づくりプロジェクトとして、若者が宮津に住みたい、住み続けたいと思える街、子育てしやすい街づくりを地域一体で進めますとあります。ありまた、市民と市長との座談会を通し、人口減少対策、少子化対策の機運をいかに盛り上げていくのか、選ばれる町に向けた総合的な移住定住対策の取り組みについて、急速な人口減少や少子高齢化の状況は、地域の持続可能性において大きな課題であり、今手を打たなければ危機的な状況になることが予測され、人口減少への対応は待ったなしの課題であるとの危機感のもと、移住定住に向けた取り組みを進めていくとありますが、人口減少の流れを緩めるためにも、本市において少子化対策の入り口にあたる結婚支援の制度を拡充し、新居への引っ越し費用や家賃などを補助する結婚新生活の支援事業につき取り組むべきかと思いますが、お尋ねしますとともに、結婚支援においては少子高齢
少子化対策の重要な施策であり、今後どのように進めていかれるのかお伺いします。一昨年前の2022年、国全体の出生数が80万人を割り込み、それを受け岸田政権が異次元の少子化対策を表明されました。その直近の2022年の第4次大綱に一番目の政策として、結婚・子育て世代が将来にわたる展望を描ける環境を作ることを掲げられており、その具体的な内容として、若い世代が将来に展望を持てる雇用環境等の整備、結婚を希望する者への支援などが明記されております。現在若い世代の家庭においては、子供を抱え生きていくためには働かなくてはなりません。変則勤務の仕事、家事に子育て、現実は時間がいくらあっても足りない家庭が増える中で、子育て期の家族の支援におきましては、育児休業、保育、現金給付では児童手当や出産育児一時金があり、そして本市の子育て教育環境の充実、今現在物価高騰の影響を受ける多子世帯への支援給付金事業もあって、子育てにおいての支援策が高まっております。一方、出生率の低下の多くが結婚した夫婦の出生力の低下だけでなく、そもそも結婚する人が減ったり、結婚してもかなり遅いタイミングになってしまうことが出生率低下の一因ではないかと言われております。少子化対策と聞かれると、一般的にも結婚している夫婦が子育てに苦労している場面を思い浮かべ、その負担を軽減することで子供を増やすことにつながると考えますが、それゆえに結婚が子育て政策の出発点と捉えるべきではないかと察しいたします。現在佐賀県の武雄市に自治体しかできない結婚支援を行うというおむすび課があります。当課が発足したのは今から12年前になります。市長が当時目新しい取り組みでしたが、結婚支援をマニフェストとして掲げ、その課が設立されました。大手結婚相談所のような大きな活動はしていませんが、誠意を持って結婚をサポートするとのモットーで12年前からスタートしております。一対一のお見合いや結婚イベントを通じた新たな出会いなど、きめ細かなご縁結びができると考えられ、また婚姻数の増加が少子高齢化対策や地域活性化につながることから、結婚を望む男女の縁結びの取り組みが今現在も継続をされております。結婚を望む方であれば、市内在住に限らず無料でどなたでも登録可能で、登録日から10日以内のお見合いを提案します。そして本人の希望を鑑みながらマッチングを行い、住む市町村名、年齢、職業の3つの情報を会員の方に共有。そこで互いに関心を持てば、即時にお見合いをセッティングしています。スピーディーな対応が成功の鍵とし、最初のお見合いには職員が立ち会い、全力で場を和ませます。またおむすび推進員として取り組みに協力していただいている市内の老舗旅館や喫茶店の事業主にお見合いの場の提供をしていただいているとのことであります。そして2人の交際が順調に進み、成功するとことぶき大会となる仕組みで、現在では県外からも登録者が集まり、会員数は290人、令和4年度のお見合い件数は合計で355組、
設立当初からの累計では2700組の実績があり、市直営の安心感や実績からホームページや口コミも通じても徐々に会員が増え、ことぶき大会も増えているそうであります。また近くでは縁結びさんによる相談&お見合いサポートとして豊岡市が結婚支援を進めております。当市には約65人の縁結びさんがおり、婚活相談や出会いのサポートを行っています。身近に縁結びさんがいない場合でも市役所に在住しているマリッジアドバイザーとして活躍の頼もしいスタッフが対応してくれます。相談やお見合いはすべて無料で、年齢は関係なく利用が可能として、男性は市内在住または在勤の方が対象になるそうです。また結婚相談は対面のほか LINE でも対応しており、登録者の人となりを知った上で相手探しやお見合いを進めているとのことでありますが、本市におきましてもこのような結婚支援の取り組みの導入につきお尋ねし質問といたします。理事者答弁の前に私から注意事項がございます。議事進行の支障にきたしますので、携帯電話はマナーモードまたは電源を切っていただきますようお願いいたします。木崎市長。松本議員のご質問にお答えをいたします。まずは市民と市長との座談会についてでございます。市民と市長との座談会は市民の皆様の多様な声を直接お聞きし、対話を深めながら市政運営を進めるため市内全10地区を回らせていただきました。座談会ではまず私から人口の状況や今後の見通し、市の施策などの情報提供をさせていただいた上で、市民の皆様からは移住定住や子育て支援をはじめ、地域で抱えている課題や提案など実にさまざまなご意見をいただいたところでございます。こうした中で人口減少や少子化対策についての主なご意見といたしましては、一つに地域との連携を強化し、地域と共同した移住者の受け入れや情報発信をしていく必要があること、二つに若者等にとって魅力のある仕事を作っていく必要があること、3つに I ターン、J ターンだけでなく地元への愛着の醸成なども含め、地元出身者の U ターンにも力点を入れるべきこと、4つに今住んでいる住民の幸せづくりを第一に考えた移住施策とすべきことなどを伺ったところでございます。今回の座談会につきましては、人口の状況や将来推計などショッキングな数字なども共有させていただきましたが、地域の皆様と正しい危機感を共有した上で一緒に話し合い、知恵を絞り、共に地域を作っていく競争のまちづくりに向けた第一歩になったと考えており、今後も対話を通じた市政運営や市民の皆様と共同した地域づくりを進めていきたいと考えております。次に現在の若者を対象にした移住者向けの支援の利用状況についてでございます。若者向けの移住施策の1月末時点での今年度の実績につきましては、新婚世帯対象の家賃や引っ越し費用等の支援が7件、子育て世帯向けリフォーム支援が3件、宮津城東タウンへの入居が7件との結果となっております。次に結婚時の支援にかかる今後の進め方についてでございます。若者の移住促進に向けては大きく結婚時と子どもの出産や小学校就学時などの
子育て時期が移住を決める大きなタイミングというふうに考えておりまして、今年度よりこれらのタイミングに合わせた支援制度を充実させたところでございます。しかしながら、こういった支援制度が着実に効果につながるかどうかは未知数でございまして、新しいチャレンジを行いながらも現状分析や利用者等の声をしっかり把握をしっかりと行い、制度の改善や使いやすさの向上、さらなる施策の充実などにつなげていくということが大切と考えており、私を本部長とする宮津市移住定住対策推進本部におきまして、今後もしっかり対応していくこととしております。最後に婚活結婚支援の取り組みの導入についてでございます。いわゆる婚活支援の取り組みにつきましては、出会いや結婚を希望する方を応援するための取り組みとして一定の効果があるものと考えております。現在京都府では京都婚活応援センターを設置し、婚活イベントの実施等を行うとともに、結婚に対する相談や出会いの場を作る世話人として婚活マスターを設置するなど、婚活支援の取り組みを進められております。また民間でも婚活イベントであるとかマッチングアプリを活用した婚活サービスの提供などもされているところでございます。結婚支援についてはまずはこれらの既存のサービスにより対応していく中で、市といたしましては、結婚を望まれる方に結婚や婚活に関する情報が着実に届くよう、京都婚活応援センターとも連携をしながら情報発信をしっかりと行ってまいりたいと考えております。議員のご理解ご支援を賜りますようお願いを申し上げ、答弁とさせていただきます。松本隆さん。ご答弁いただきました。丁寧なご答弁でありがとうございます。再質問させていただきます。で、この若者向き異業者への支援策では、 I ターンや J ターンの方には適用されましても、 U ターンの方にとっては該当する支援がなかなかないというケースもあります。またこの未婚率が上がっている要因の一つに、結婚したくても金銭面で踏み出せないという若者が多いことが挙げられており、経済的な理由で結婚をためらう若者が増えております。市外から本市への移住促進をするための支援事業におきましても、このニーズに合った事業制度になっているのかどうか、このあたりをお尋ねします。それから今後におきましても、生涯未婚率が高まることで社会にはさまざまな影響が出てきます。人口減少が加速することで労働力不足が深刻化する可能性があります。また結婚や出産による消費が減ることで消費の低迷が続く恐れがあります。本市の人口におきましても、その状況や将来の推移予測は示されていますが、どのくらい子供を産み育て移住や定住を増やせばよいのか、今の人口を維持することができるのか、また緩やかにすることができるのか、このようになりますよという選ばれる町に向けた総合的な移住定住対策等の取り組みを進めると、このようになりますよという数値や目標が提示をされておりません。これでは危機感や絶望感だけは募り、具体的な解決行動にはつながらないことと思いますが、共に作るみんなが活躍する豊かな町宮津という、何のためにという目標が明らかになっているわけですから、あとはそれに向かっての目標があれば張り合いも出ますし、達成した時の喜びも大きいものであります。
持続可能な地域と人口を目指す上で数値や目標も提示すべきかと考えますが、お尋ねし私の質問を終わります。木崎市長。再質問いただきました。私といたしましては、人口減少は本市の最大の課題であるというふうに考えておりまして、特に若者世代をターゲットにした総合的な移住定住対策と強力に推し進めていかなければならないというふうに考えているところでございます。そのため、先ほども申し上げました通りでございますが、宮津市移住定住対策推進本部におきまして、現状分析、また移住者等の声をしっかりと伺いながら、制度の改善や使いやすさの向上、さらなる施策の充実などにつなげていくこととしております。ここで、今年度現状分析や移住者等の声を把握し、施策に反映させるために実施した転入者、転出者向けアンケートの分析の一部というのを、紹介をさせていただきたいと思います。一つには、転入転出の動機は仕事、結婚、子育てが大半を占めており、逆にそれ以外の動機は比較的少ないということから、関係人口創出から移住定住につなげる、新しい人の流れの創出が重要であること。二つ目に、転出される方につきましては、その半数程度が、将来的に U ターンしたいとの希望を持っておられ、本市出身者等に対して、その情報を発信していくということが、必要であろうということ。三つ目には、市の様々な移住支援施策や子育て支援施策の認知度が低いということです。なので、思い切った支援制度を創設したものの、しっかりと伝わっておらず、この伝わる情報発信ということが重要であるということ。以上、これらの分析を踏まえまして、一部は令和6年度の予算に反映をするとともに、今後とも調査分析を進めまして、ニーズに合致した施策の実施を目指していくこととしております。次に、移住の取り組みに向けた目標の在り方についてでございます。移住に向けた取り組みにチャレンジしていくためには、現実的な目標を定めて、達成感も味わいながらその取り組みを進めていくということが重要なことは、議員ご指摘の通りだというふうに思っております。市といたしましては、第7次総合計画におきまして、具体的な数値目標を設定をさせていただいているとともに、各その地域におきましては、移住特区の取り組みの中で移住者の受け入れ目標等を地域で協議をされ設定をされております。こういった目標をしっかりと共有させていただきながら、地域の皆様とともに移住に向けた取り組みを進めてまいりたいというふうに思っております。議員のこれから今後とものご支援ご理解を賜りますようお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。以上でございます。